毎度鉄板塩焼きそば作ります。ササラです。鉄板塩焼きそば作ってハイボール飲もうっていう企画ですね。はい、高頻度でアップロードしていくぞって心に誓ったとこなんで、もう仕事から帰ってきてちょっとね、今日はやめとこうかなって思うところを奮い立たせてやるぞと作っていきましょう。じゃあもうくちゃくちゃうるさいんでお願いします。さあ行くぞ。よっしゃやるぞ。米油で豚肉細切れ、まあこれもともと使ってたんで、もうあまり全部クレイジーペッパー。クレイジーペッパーって何なんっていう話なんですけど、ハーブ系のペッパー。ここカット野菜、もうあらかじめ切ってあるやつ。豆もやゴリゴリ量で仕上げるんで、今日はじゃあここに麺、豚玉、ちょっと飲みかけの焼酎、料理酒代わりで、で粉末ソース、もうこれでいいんですよね。これが一番うまい。よいしょ。この手作り鉄板、これでいきましょう。今日は角で、今日はっていうか、まあ、いつものなんですけど、いつも角でこれでいきます。では皆様、本日もお疲れ様でした。がっぷい。お疲れ様でした。じゃあ仕上げていきますね。油、よし、こんなもんでいくか。ちょっと半熟ぐらいでいきましょう。やっべ、うまそう。では食べていきます。いただきます。くらえ、最高ちゃいますかこれ。勢いのまま鉄板塩焼きそば、いただきます。これめちゃくちゃうまい。このやっぱりね、あの粉の焼きそば、あのチープなやつ、めちゃくちゃチープなんですけど、あれソースと塩と2種類あって、ソースの粉と塩の粉と、もうあれはね、魔法の粉ですよね。ほんまにね、あれが結局いっちゃうまい。あの魔法の粉だってボトルで売らないですかね。そしたら野菜炒めとかにも絶対合うしね。あの魔法の粉はやばいと思う。あれがうますぎる。結構仕事終わってめんどくさい時は焼きそば、焼きうどん、もうこうなっちゃうんですよね。ほとんどこれが一番楽やし、まあ鉄板は出さないですけどね。鉄板はめんどくさいから皿やけど、これはただの映えのために用意したんですけど、焼きそば、焼きうどんあたりはやっぱ最強ですよね。もう一瞬で作れるし。なので皆さんも仕事終わってもうめちゃくちゃめんどくさい、疲れ切った時、焼きうどん、焼きそばやってください。これはね、もう5分は言い過ぎか、7、8分でできるんで。
待ちました。本日は以上でございます。いつも復習でき、ありがとうございます。また次回お会いしましょう。天空内まみれを See you next time。 ポごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくお願いします。ポン。